やっぱもうそれでも生きていくっていうことしかないのかなって、絶対乗り越えられるようなものでもないと思いますし、まあ話の中でマチさんがその息子が死んだことを忘れ、誕生日を死んだことで誕生日を忘れちゃうっていうこと、エピソードもありますけども、絶対忘れられないことですし、乗り越えられないことだけど、それとどう対峙してそれでも生きていくかっていうところを、なんかここの物語に、この映画の物語に出てくる登場人物の人一人一人のなんかこう背負ってるものとか人生みたいなものが、現れて、それがまあ一人で生きてるんじゃないですか、皆さんそれぞれ、どう関係し合いながら一歩踏み出していくかっていうところを見ていただくことが、なんか救いにつながるのかなって、ちょっとまだまだ作品も出来上がってないとわからないですけど、そうなればいいなと思います。